はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、2019年の6月の中旬過ぎくらいですかね、にですね、まあ、新潟県の方で震度6強の地震があり、津波の警報も出たってことですね、まあ、かなりこう、深夜とかでも、まあ、特別報道番組というか、まあ、番組を中止してね、そのことを報道するみたいな感じでですね、各テレビ局がですね、そのことをかなり報道してたわけなんですね。まあ、ツイッターでもかなり話題になってました。で、その際にですね、NGT48 の、まあ、運営がですね、まあ、ファンの方たちにしたある対応が原因でですね、今、ものすごく炎上しているというか、また批判が高まってるんですね。今回はですね、その内容プラス、まあ、その原因、そしてそこから分かることについてね、いろいろ話していきたいと思います。まあ、これ何かと言いますと、まあ、NGT48 といえばですね、山口真央さんの一件で、まあ、言ってみたら信頼が今地に落ちてる段階なんですよね。で、そんな段階、要はファンの人たちもかなりピリピリしてるというか、まだまだ許してねえぞ、お前ら、みたいなんですね。そう言ってみたら、ピリピリしてる状態が続いてるわけですよ。で、そんな中、またやらかしてしまったわけですよ。それは何かというとですね、まあ言ってみたら、そのメンバーのほとんどはね、基本的に新潟県に住んでるわけですから、ファンの人たちからすると、大丈夫なの？何か被害に遭ってない？大丈夫？ちゃんと避難できた？みたいな感じで、まあいろいろ心配するわけじゃないですか。で、ただでさえですね、NGT48 っていうのは、まあこれまたね、メンバーがまたね、その山口真央さんの件などいろいろやらかしちゃったせいで、まあ SNS をね、今全面禁止になってるわけですよ。で、こういう際に、まあ普段だったら、まあ、おのおののメンバーがですね、まあ SNS で、皆さん心配してくれてありがとうございます。私は今無事です。みたいな感じのことを書いてあるとか、まあ大体するもんなんですよね、大体。まあ有名人って大体そういうふうにツイッター使ってますからね。はい。で、そんな中ですね、まあ今 SNS が禁止なわけですから、まあファンの人たちからすると、そのメンバーの人がですね、今無事なのかどうなのかわかんないわけですよ。まあ要は安否がわからないと。で、それで心配してる中、じゃあそれを誰がやるのかって言ったら、NGT48 の支配人ですよね。今、現支配人をやってるのは女性の早川さんという方なんですけども、まあ、この方がですね、ツイッターももう始めてるわけですから、まあ少し前に始めたわけですよ。で、そこで例えばね、全員無事ですよとか、ね、確認が取れました、今無事です、ご心配おかけしましたみたいなことを一言ツイートするのが、まあ基本的な仕事というか、まあそれがですね、支配人のもうね、任された使命なわけじゃないですか。ただですね、今回、そのことを一番最初にツイートしたのは、まあ、AKB グループの方ではあるんですけど、なんとその早川さん、その NGT48 とは別グループの人がね、NGT48 のメンバーの子たちは、全員安否確認できました、大丈夫ですってことを発表というか、まあ、ツイートというかお知らせしたわけですね。で、そのことに対してファンの人たちから、いやと、NGT48 のことなんだからお前らがやれよ、何他のグループに先にやらしてんだよ、お前ね、なんだサボってんのか、おい、みたいな感じで、まあ批判が殺到してるっていうことなんですね。でですね、まあ僕がまず思ったのは、まあ怒るのは確かにね、気持ちはわかるというか、まあ怒ってもしょうがないとか、怒られてしょうがないですよね、確かにこれは。まあ何のための運営なんだって話ですからね。ただやっぱり思うのは、そのね、何より僕が思ったのは、今の現状が分かってないなってことなんですよね、運営が。というのは何かというとですね、まあこれね、言ってみたら、まあこういう山口真央さんの件がいろいろあったわけじゃないですか。例えばですよ、例えばこの山口真央さんの一件が明るみに出る前だったとしましょう。前にこれと全く同じことが起きたとしたら、まあおそらくですけど、まあ、ファンの人たちもね、多少は怒るかもしれませんけど、ここまで怒るってことは絶対なかったと思うんですよ、ここまで。本当ね、めちゃくちゃ罵詈雑言が結構飛び交ったりしてるんでね。その NGT48 運営にまた、山口真央さんの一件の前だったら、ここまでね、本当にそのみんながヒートアップすることってなかったと思うんですよ。というじゃあなんで今回ね、こんなにヒートアップしたかっていうと、今ね、一番ミスをしちゃいけない時期にまたミスをしたからなんですよね。信頼を失ってる段階でまたやらかしてしまったからってことなんですよ。で、これ何かっていうと、例えばですけど、仕事とかでもそうじゃないですか。例えばですよ、まあ皆さん、まあ僕も働いてますし、皆さんも働いてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ日々働いてる中でですよ、普段ちゃんと遅刻もせずに普通にね、ごくごく普通に仕事をしてる人が、たまたまね、遅刻してしまったと。で、遅刻をね、会社にしてしまった場合、まあ当たり前ですけど、上司が怒られるわけじゃないですか。まあただ、普段ちゃんとね、定時、ちゃんといつもの時間にね、仕事先に来てちゃんと仕事してる人だったら、まあ怒られるにしても、お前大丈夫か、今度からちゃんと気をつけろよって、まあこれくらいじゃないですか、1回目だったらね、1回目だったら、まあ、むしろ1回目からで、てめえこの野郎みたいな感じで切れてたら、逆に言うとパワハラっぽい感じもしますからね。でもですよ、そいつがね、そのじゃあ例えばその部署全体を巻き込むくらいのめちゃくちゃでかいミスをやらかしてしまったと、もう部署みんなでね、駆けずり回ってなんとかのそのミスをフォローするくらいの ものすごい大きいことをやらかしてしまったとしましょうよ。でもうその日しこたまもう上司に怒られたと、怒られて謝り倒してってことがあったとしましょう。で、それがあった2日後くらいに遅刻したらどうですか？どうですかね？ね？それが、そんだけ怒られた2日後くらいに遅刻したんだとしたら、
そのまたね、上司から、お前何やってんだこんなの、分かってんのか、お前あのやったこととかもな、あった上でこれか、本当に反省したのかとか言ってめちゃくちゃ怒られちゃうわけですよ。うん、ですよね。うん、つまりその普段ちゃんとしてる人だったら一回遅刻したくらいだったらなんてことないですけども、なんてことないって言ったらですけど、大してそこまでね激高しないというか、めちゃそれだけ怒られませんけど、やっぱりこういう風にみんなの信頼を失ってしまうような何か大きいことをやらかしたすぐまた後くらいですよね。でこういうことしちゃうと、それは余計怒られるとね。普段だったら怒られ、そこまで怒られないこともめちゃくちゃキレられる。それは当たり前のことなんですよね。うん、まさにこれが NGT48 が今回起こしてしまったことなわけですよ。うん、だからね、今こういう風に山口真央さんの一件についてですよ、これだけ今ね信用が地に落ちた今だからこそですよ、今だからこそ最新の注意を、本当にね最新の注意を全てに払ってね、もうねちゃんと一個もノーミス、もうノーミスくらいな感じ、もう一個のミスも許さないよ今の状況はっていうね、もうみんな許してくれないよ今のこの状況で、ファンの人たち一個のミスも許してくれないよっていう感覚で、一個一個ノーミスでちゃんと進めないといけない時にまたこんなミスをしちゃうから、こういう風に言われちゃうわけですよ。うん、まあ、だからですね、まあ、まとめに入りますけども、確かにファンの人たちがですね、めちゃくちゃ怒ってて、まあ、怒りすぎな気も確かにします。ただやっぱり、今の現状、状況、ね、つい最近自分たちがやらかしてしまったことというのを、そういうのを全部踏まえてですよ、全部踏まえて、一切合切一緒にして考えるんであれば、まあ、これはしょうがないことなのかっていうふうに思うというお話です。はい。まあ、何せよですね、これから先は本当ノーミスでいかないとダメですよ。もう一個のミスがね、また命取りになるというか、まあ、それもね、結局自分のせいなんですけどね。はい。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。